あこんなところにいたもう何やってんのよなんでお前がこんなところにいるんだっていいじゃん別にあの子のこと好きなんでしょあんたのこと待ってたわよへえそんな風に強がっちゃっていいんだ ああ鈍感だねいやさすがに何年もあんたと一緒にいたらわかるわよそんぐらい少しは自分に素直になりなさいよであの子に告白しないつもりいいのそのまんまで ふう,いう風に強がっちゃってあんたってほんと素直じゃないわね昔っからまいいけどあんたがそれでいいんだったら私は止めないしあの子あんたのこと好きだと思うなわかるよ 女の子はねそういうの見てわかるんだから長年の勘ってやつかなお前には好きな人いないのかって失礼だないるに決まってんじゃんいや誰とかこのタイミングで言えるわけないじゃん今こういう空気なんだし <laughs> そうだね一番素直になれてないのは私かもねあううん何でもないで行くの行かないのねどっちなのもし行かないって選択選ぶんだったら私があの子と一緒に帰って あの子の口をずーっと聞くことになるんだからねあたしの立場も少しは考えなさいよでいいのさんざんあの子をたぶらかしたあげく大好きだったあの子にあんなことやこんなことを悪口としてあたしに言われる方もちょっと辛くないかな <laughs> そうそう 早く行きなさいよ。女の子はね。待ってるのが嫌いな。生き物なのよ。早く行かないとどっかの誰かに取られちゃうわよ。え、ありがとう。って <laughs> 何言ってんのよ。このタイミングで。ほーら待たせてんだからさっさと行く。<laughs> もうイライラすんな。 大丈夫だよ絶対成功するからうんもし失敗して帰ってきたら許さないからね <laughs> じゃあね<笑><笑>結局最後まで言えなかった一目ぼれしたのは 私の方がずっと前からだったのになんで素直になれないんだろうはぁきっと友達でいられなくなっちゃうのが嫌だったのかなうん一番関係が壊れちゃうのを怖がってたのは私の方だったんだよね これからどうしよっかぁ帰って一人で泣こっかな <laughs> あいつが幸せそうなら私はそれでいいや。